まあいずれにしてもそういういわゆるアーティストと呼ばれるような方がこういうまあポップミュージックというかロックの作品にも解説を寄稿するというようなことがあって、これはまあ、担当が石坂圭一さんだったんですけども、石坂さんは割と未だにそうですけども、先日もお会いしたばっかりなんですが、ロックはアートだっていうのがですね、石坂さんのもう本当最初に掲げる、テーマなんですよね。ですからそのアートとして認められないようなものは、アートといっても別にその、何もその高邁な思想があるとかそういうことじゃなくて、そこに何か何らかのそのアーティストとしてのそのミュージシャンイコールアーティストとしてのそのメッセージとか何かなければダメ、ただギターが上手いとか演奏がいいとかって言ってるような、ものは石坂さんはそのロックとして認めないっていうようなタイプの方だったんですけども、まあそれもそういう人それぞれなんで、全然構わないんですけども、石坂さんはですからそれ当時から積極的にこういう美術手帳っていう本がありますけども、その美術手帳の編集長であった宮沢宗慶さんという有名な方がいらっしゃいますけど、そういう方にも原稿を頼んだりして、まあ、いわゆるロックがジャズよりとかクラシックに比べてなんかこう価値が低いってよく言われたんですよ昔は、ね、そういうのにもうすごく反感をっていうかですね、もう反抗的なぐらいに反逆心を持っていて、そんなことはない、ロックだってアートなんだ、芸術の一種なんだということを、多分主張しようということで、多分そういう方々の原稿を多分、依頼されたと思うんですけども、その辺は今日実はくしくもこの同時間に、中村豊さん先日ね亡くなられました、自殺ということだったんですけども、ちょっと本当に不思議な最後を迎えられたんですけど、ちょうどお別れ会が今この時間に行われているはずなんですけど、私は、まあ、こちらの方があったのでちょっと出席できないんですけども、その中村豊さんなんかとはまた全然伊坂さんとかは別の意見でよく対立しているところを、実際目撃もしましたし、つかみかからんばかりにという時もあったんで、その伊坂さんが今や今回、豊さん亡くなられた時の、お別れ会の発起人代表という形で名前を、まあ時代がやっぱりいろいろ変わってやっぱりそういうことがあるんだなと思って改めて思ったんですけど、まあちょっと関係ないかもしれませんけど、そういうような話で、まあそういう話させてもらったんですけども、まあ、プログレッシブロックっていうのはだからまあいろいろありますと。でこのサードイヤーバンドっていうのも本当にポール・バックマスターっていう人が中心になっていて、そのポール・バックマスターっていうのはいろんな弦楽器にから金管楽器、まあ割と、まあ、いわゆるマルチタレントマルチミュージシャン、なんですけども、マクベスっていうシェイクスピアの例の劇曲ありますよね、あれのが映画化された時があったんですけど、それのまあ、映画音楽も担当している、それが結構話題になって、サードイヤーバンドが有名になったっていう、まあ、こともあるんですけども、メンバーは4人なんですけども、実質的にはこのポール・バックマスターのワンマンバンドと言っても過言ではないというようなバンドなんです。でじゃあちょっとどんな音をしているか、ちょっとだけ、じゃあ聞いてください。今聴いてもらってますけども、これねずっと始まって今もう2分ぐらい経ちますけど、はい、じゃこれが大体45分かな、でこれが終わりの方です。金太郎飴のようで、だってどこやっても同じ、あれこっちも、というのはこれ組曲になってて、一つのテーマがそれで、要するに火と太陽と
それから空気と水っていう、まあ、その4元素と言っていいのかどうか分かりませんけど、それをテーマにしてるわけなんですけども、それぞれだからもう一つの演奏はもうワンタイプのものしかやってないんですよ。だからある意味その起承転結っていうのはない。まあ本人の中にはあったのかもしれないけど、ポール・マッカーターの考えの中にはあったかもしれないけど、まあ旗の我々凡人が聞いてもですね、おいずっとこれかよっていう感じのね、これライブ行ってやられてもなんか眠気誘うよなみたいな、そういうことになっちゃうのかもしれませんが、しかしそういうアーティストもいて、でも評価は非常に高いんですよね。ジャケットとかも結構凝ってましたから。さあ、それではじゃあまた次に、行きましょう。今度はね、これは皆さんよくご存知だと思いますよ。キングクリムゾン、しかもこれハイドパーク69年のライブということなんで、しかもこれは3分より短い、演奏で自主的に編集されてますので、とりあえずご覧いただきたいと思います。はい、曲はあの有名な曲です。昔は21世紀の精神異常者っていう日本タイトルがついてたんですが、今は精神異常者という言葉がいけないということで、現代のスキゾイドマン、1分56秒でこの演奏やるわけないから、まあ、つまんだりしてるんでしょうね。編集されてますよが明らかに、まあ、それはいいんですけども、まあ、あのキングクリムゾンはあのご存じ通りロバート・フリップを中心として作られたグループですけども、まあ、その後もキングクリムゾンいろいろな形で音楽、どんどん変化していきましたよね。で、現状もキングクリムゾンは、メーカーが違うところからたくさんの同じアルバムがバーッと出ております。次はどこから出るのかなっていうのが楽しみなくらいにね、本当に各社から、出てるんですけども、まあ、いずれにしても68年69年、そういう時代は、イギリスにとっては特にいい、まあ一つシンボリックなそういう時代だと。それはプログレが生まれたからというわけでもなくて、全体がそうだ。アメリカの方は全然そういう69年とはまた別な意味で、まあ、ウッドストックだとかそういう、ね、イギリスとのやっぱり社会的な環境はもう明らかに違うので、アメリカはもう当然あのもちろん白人黒人のその要するに人種間の問題だとか、それからあと戦争、何よりも大きなベトナム戦争を抱えてたっていうようなことだとか、ついその60年代の半ばまで黒人の人たちにはその要するに公民権という、まあ、選挙の投票権とかそういうようなものすらなかった。ですから僕らチャックベリーとかそういうのを普通に見てますけども今、そのチャックベリーとかが活躍してた50年代の末とか、マディ・オータスが南部で活躍してた60年代の初めっていうのは黒人っていうのははっきり言って、まあ、いないも同然っていうか、テレビにもほとんど映んないっていう。よくね、チャック・ベリーの「ヘイル・ヘイル・ロックンロール」という、前にもここでご紹介したことあるかもしれませんけども、その時にね、なんかあの、まあ、自虐的な感じで、エルヴィスとかあの同じロックンロールやってて、みんなあの姿映されて、でも下半身がわいせつだっていうんで、下半身あいつは映されねえんだけど、俺なんか下半身どころか顔が映んねえよとかっていうような。リトル・リチャードがそんなことを喋ってたような気がしますけども、要するにテレビでは放映されないということだったらしいんですよね。まあだからそういう、まあ、社会的な状況の違いとかっていうのも、あります。だから、まあ、一概に同じ時期にイギリスとアメリカ比較してもあんまり意味がないのかもしれないんだけど、まあその頃のアメリカと69年ぐらい68、9年っていうのは、まあ明らかに差異はありましたし、イギリスの68年、9年というのは最もそのいわゆるロックが、一番面白かった時代ってよく言われますけども、そういう時代の、まあ、一つのエポックだった。